皆さんは木造住宅が地球温暖化の抑制に貢献できることをご存知ですか？木を伐採するのに？そう思われるかもしれません。木は CO2 をたっぷりと吸収し炭素として蓄えます。ですが樹齢を重ねた木は CO2 の吸収量が落ちてしまうのです。そこで適切なタイミングで木を切り、その分新しい木を植えて育てるのが大切。さらに切った木は炭素を閉じ込めてくれるので、木造住宅などに使われることで炭素の貯蔵庫としても活用することができるのです。実は世界で排出される CO2 の 37% が建設関連から出されています。温暖化の抑制に貢献するためには、暮らす時の省エネ化だけではなく、建てる時の CO2 削減も大切なテーマとなります。建てる時には資材の製造、運搬、施工など多くの工程で CO2 が排出されていますが、木造住宅は鉄骨住宅と比較して CO2 排出量が 60% も削減されます。さらに木材に含まれる炭素固定分を含めると 96% 相当の削減が期待できるのです。 CO2 の排出を削減する木造建築は世界中でどんどん広まっています。脱炭素社会に暮らす私たちは、心地よい家に住みながら人と自然の共生を実現できるのです。住友林業。